ご自身でこう踊ったりするとき、なんかそういうこう、なんか内臓とか骨とか意識されて踊ったりとか、なんかそこら辺、そういう感覚っていうのは。なんですかね、丹田というか、まあ、その内臓のその下の方というところを意識して、まあ、その体の動きを取ったりとか、うん、頭蓋骨の重さでこう動く何かで、こう、次の動きに行ったりとか、うん、まあ、やっぱ一番重い部分じゃないですか、ある種、頭のその人間にとって。なんかそういう意識っていうのは、あるといえばありますけど、はい。まあ、今その、森山さんのこう、傾けてる時に、はい、一瞬僕、頭蓋骨が見えたような気がしました。僕も解剖学者なんで、はい、人見るとなんかその、なんかレントゲンのようにこう、なんか骨とか見たりするんですけど、それとまた別になんか、ふわっとなんか一瞬現れた感じがしましたね。なんか一瞬バスキアの絵の頭蓋骨とちょっと重なるような。面白いですね。なんかその、まあ、この時代その